まあ、大事なことはやっぱりその防衛大綱がどうなるかですね。で、まあ、年末でおそらく安倍、内閣の防衛大綱、新しいものを作る。じゃあ6月の末にはその中間報告を出すんだということになっていて、それに間に合うように自民党の国防部会は意見をまとめたというんですけれども、そういう記事はあるんだけど、どんなふうにまとめたのかっていうことを検索してもネットでちょっとわからない、出てこないんですよね。ただ6月にはおそらくその政府の防衛大綱、まあ、案中間報告が出てくる。僕はこれはね、注目に値すると思うんです。これ危険とかわからないっていう仮にじゃあその解釈に立ったとして、つまり投票の中で考えていくんだとして、危険とか白票とかいうのはどっちに数えるんですかね。下の場合だと、下の場合と上と違うっていうようになりませんかね。現行とこの有効投票の、分からない、有効投票という場合に危険白票を入れるかどうかね、その母数の中にね、今日が最後だけれども、次回までの宿題というの終わらないですね、これ。私は日弁連、関東大震災、朝鮮人中国人虐殺事件の調査チームっていうのが日弁連の理事会で決まって、そしてその調査チームで報告書を作り、そして日弁連が、国に対して朝鮮人虐殺、中国人虐殺の責任を謝れと言った報告書を出したんですね。いつ頃の話ですか。これはですね、2003年8月25日、公の秩序を維持し、または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる。すなわちデモ隊がものすごく大きくなって、岸内閣の時のようにね、1960年の治安行動、自衛隊が出てくかっていうね、そういう時になった時に今度大威張りで国防が出てきて、何の躊躇もなくでっとこうデモ隊を鎮圧するということが想定されてるんですね、9条2の3項で。ならば言わんや、このね、非常事態宣言が宣言されたあとはもうガンガンに出てくるということになりますね。一つだけ、この憲法と一体をなすものにしてっていうのが消えましたね。はい、そうですね。つまりね、この憲法と一体をなすものにして、これはね、つまりこの憲法と一体をなすっていうのは、その改正には限界があるということを当然にして、改正をしたらその憲法は今の憲法と同じなんですよ、これは根本部分は変わりませんよということが前提になっている。これ96条の2項なわけですけど、それをね、今度変えてますね。これ意識的にこう覗いているとしか思えない。自分が勉強が自分一人では阻止できなかったと思うけども、自分の勉強が足りなかったために、福島の人たちを、このような苦しみに遭わせてしまったと。その福島の苦しみに比べれば、僕のがんの痛みや、孤独感などは小さなものだと一回だけそれを語ったんですね。